デイビッド・エリフソンはアメリカ合衆国出身のベーシスト、ソングライター、ミュージシャン、ヘビーメタルバンド、メガデスの創設メンバー、同リーダーであるデイブ・ムステインと同じ、デイブと呼ばれることから混同を避けるため、ジュニアの異名を持つ。1964年11月12日にミネソタ州ジャクソンで生まれ、ノルウェー系、ドイツ系、イギリス系と多様な家系を持つ。 中西部のクラブなどで、いくつかのバンドを経験し、その頃サンゼルスに移住した。メガデスオーストラリア公演1983年、デイブ・ムステインと共に、メガデスを結成。この頃から、ジュニアと呼ばれるようになる。デビューアルバムの、キリング・イズ・マイ・ビジネスから2002年のライブアルバム、ルード・アウェイクニングまで、メンバーの入れ替わりが激しいメガデスの中で不動の、ベーシストとして活動する。 2002年にデーブ・ムステインが腕の病気によりメガデスの活動を休止、解散となりエレフソンは一度ムステインと他元を分かつ。しかし2004年にムステインがソロ活動ながらメガデス名義でアルバムザ・システム・ハズ・フェイルドをリリースした。このアルバムには参加していなかったエレフソンはメガデス名義でアルバムがリリースされたことに激怒しムステインとの間に メガデスという名前を使うことへの権利所有権などをめぐり法廷闘争が繰り広げられた。しかし2005年にムステインが和解のためにエレフソンをディナーに誘いお互いの関係を修復。2010年からメガデスに復帰を果たした。メガデスを脱退していた2002年から2010年の間にはカイゴというバンドを結成。ソウルフライラのアルバムにゲスト参加をしたり、元 ジューダス、プリーストの、ブヨーティム・オーエンズ、セパルトラノグ、アンドレアス・キッサー、元、スレイヤーのドクター・ポール・ボスタッフなどと共に、ヘイルというハードロック、ヘビーメタルのトリビュートバンドで活動していた。2010年には、元、マノウォーのライノーラと、エンジェルズ・オブ・バビロンを結成する。同年にデビューアルバム、キングダム・オブ・イーブル、メガデス復帰後の2013年にエレフソンの、 サイドプロジェクトとして、セカンドアルバム、サンダーゴッドを発表。メガデスに復帰後も、2015年に、アレックス・スコルニックや、マイク・ポートのイラと共に、メタル・アリージャンスというメタルプロジェクトに参加した。2021年5月10日、ファンによって投稿されたツイッターには2018年、当時に録画されたビデオにエレフソンの児童との性的な動画が伝えられ、 自動売春の疑いで告発されました。エレフソンと他の当事者は両者合意に基づく行為であると主張し両者とも告発を否定。メガデスは状況が注意深く見守られていると翌日公式発表。しかしながら2021年5月24日、デーブ・ムステーンは申し立て及び緊張関係に鑑み感化できない事態であると判断し、再び、 エレフソンと正式に他元を分かつ声明を発表しました。メガデスその他の活動、ありがとうございます。